CDB はダニエル・バーンスタインによって開発された単純なデータベースの作成と高速な問い合わせのためソフトウェアであり、CDB で扱うことのできるファイル形式の名称でもある。CDB は 4GB までのハッシュ化データベースを扱うことができる。データベースはテキストファイルから簡単に作成することができる。 CDB はデータベースを一旦作成したら、その後で内容を更新することはできない。更新が必要なときは、データベース全体を作り直すことになる。一方で、更新の機能を持つ一般のデータベースと比較して、CDB での問い合わせやデータベースの作成は、非常に高速である。CDB は、ダニエル・バーンスタインの開発したソフトウェアである、クメイル・ DJBDNS。 ユーシアスッピ TCP などで使用されているほか DBSKKDCDB、Postfix などのソフトでも採用されている。さらに高速で機能追加がなされた CDB 互換ライブラリーであるタイニークドブがリリースされている。CDB は内容を更新する機能を持たないためデータベースファイルは比較的単純な構造をしている。この単純な構造によって 高速なルックアップを実現している。CDB データベースはデータセット全体を単一のファイルに格納する。このファイルは先頭から順に固定帳を減ったデータ256個のハッシュテーブルの3部で構成される。CDB はキーの完全一致によるルックアップのみが行える設計になっており他の方法でデータを検索したい場合には データベース全体をスキャンする必要がある。ルックアップは以下のアルゴリズムにより行われる、同じキーで複数のデータが登録されている場合は、空のスロットに出会うまで検索を続けることで、すべてのデータを取り出すことができる。すべての数値、オフセット、長さ、発出は、符号なし32ビット整数であり、リトルエンディアンで格納される。キーと値は、 単なるバイト列として扱われる。データベースの先頭にある固定帳ヘッダは256個のハッシュテーブルそれぞれのファイル中のオフセットとスロット数を並べたものである。ヘッダの次はデータがレコードの列として格納される。各レコードはキーの長さ、値の長さ、キー、値で構成される。アライメントや並び順に規則はない。その次には 可変調のハッシュテーブルが256個並ぶ。各ハッシュテーブルはスロットの列からなり、スロットはハッシュ値とレコードのファイル中のオフセットで構成される。空のスロットはオフセットが例のスロットとして表現される。ハッシュ値は符号なし32ビット整数である。このハッシュ値は5381から開始してキーの各バイトについて、 現在のハッシュ値を33倍した値と現在のバイトの X アを取っていくことにより求める。オーバーフローは破棄される。256個あるうちのどのハッシュテーブルに格納するかは、ハッシュ値の下位8ビットによって選択され、ハッシュテーブルのどこにスロットを置くかは、残りの上位24ビットを、ハッシュテーブルのエントリー数で割った値をもとに決定される。ありがとうございます。